はい皆様こんにちは演出家のまさきです今日は帽子かぶってますね「テカリ帽子コロナ帽子おやじギャグ言ってしまいました」「コロナ時代を生き抜くウィッ 今日のテーマですね。ウイルスではなくウィットですね。就活と人間力ウィット。今日は三つのポイントでお話しいたします。イエスオアノー第一ポイント、第二ポイントは自粛に負けない自虐ネタ。三つ目は祝福と呪い怖いですね。では一つ目イエスオアノーですね。 まあ、日本人というのは物事をははっっききりりりしたりはっきり言うことが苦手ですなので一瞬にして場を和やかにするユーモアとか一瞬にして空気を凍りつかせるウィットというものを言う文化がないんですね。ところが曖昧さを好む日本人優しい文化ですねこの優しさの中で生まれたのがあの川柳なんですね。 これは比較的ウィットに近いです空気を変えるほどの鋭さも疲れをぶわっと吹き飛ばすほど思い知らされることもありませんがこちらはどこかほのものとしています三丁目の夕日ほのものですね日本人はほのもの大好きですいくつか川柳を紹介してみましょう 味薄い100まで生かすつもりだな怖いですねいくら寿命が長くなってるといってもですねよくしゃべるる妻にリモコン向けてみるこれ私の娘もマシンガントークでですね間がないとにかく喋り続けるそこで私も時々リモコン向けてみたりするんですけども。 全然聞きませんそして例えば次ですね家には優しい言葉言えるのになんかね寂しい寂しさ悲哀がこもってますねこれ川柳ウィットとの違いは川柳はそう言われてあ,あそうだなってこう思い当たる詩があるので笑えるんですねウィットはですね思っても見なかったことを言われては とするこの切り返し感が強いんですねでも共通点は自虐ネタなんですね、えー、2番目のポイント、えー、自虐に負けない自粛ネタですねなんか語呂が合ってますけどもねラップにいい感じがしますけども自虐に負けない自粛ネタあちょっと口も合ってませんけどもね自虐というのはインパクトある謙遜 という感じでしょうかしかもこれ自虐ですからね誰も傷つけませんではその例をちょっと示してみましょう家の近くに住んでいるホームレスの人から言われたうちの近くにも住んでます公園のそばのガード下にね正信さんっていう、まあ、ホームレスの方ですけど例えばこういうホームレスの人から言われた「俺の若い頃に似ている」 微妙ですね誰が言われたんでしょう私ですが困りますね言われてもあんまり嬉しくないですねそして例えばこういう若い人のネタもあります。クラスの女のの女子に今夜誰もいないな と言われててて行っっっみたたら本当に誰もいなかったってどうなってんでしょうかね寂しいですねモテてんだかモテてないんだかよく分かりませんがあるいはですね死のうと思って樹海に行ったらその途中で車にひかれそうになって「あ死ぬかと思った」って死のうと思ってんのにどうしたんでしょうかねまあこういう自虐ネタというのもありますあるいは先ほど紹介した川柳にもこんなのがあります。君の名は 聞いてくれたのポリスだけで職質で職すね私も全く家の前で職質されたことがあります職質されて困ってたらですうちの母親生きてた頃ですね私の若い頃出てきて「あんた何やってんのよ」ってポリスが怒られてましたけどまさか私もですねまさか家の前で職質されるとは思いませんでしたよほど人相悪かったんですね若い頃だけ。これね 実は就活にも使えるんですね自己アピールの場合短所から短所を言って長所に転じるこれは鉄則です自分のついつい自己アピールっていうと自分のいいとこばっかり言おうとしますがこれ駄目ですね。短所を言って長所を言ってる例えばですね「秋っぽい分だけ切り替え早いです」。 人前で話すのが苦手だけどその分誠実です。足臭いけど嗅覚が発達してるこんなことはですねまさか自己アピールでいらないかもしれませんがこれ量産するにはネガポジテンフリーアプリでありますので見てみてください必ず、えー、自学ネタ自分の短所があって。 でそれをこれだけの分私はカバーしてますよというですねこれやるとですねわとウィット感が出るんですね是非試みてみてください。 そして3番目祝福と呪いなんか効果音がかかってきそうですけども思想家の内田達さんっていう方がですね「猿化する世界」が出てますでしょうかね、えー、というこういう本がありますけどもこの方が割とこ,うこの方の方難しいんですけど分かりやすく言うと長いスパンで物事を捉えることが最近の子はできなくなった。 今この瞬間さえ良ければいいと思うようになったと言ってんですねまあ例えば一番分かりやすいのは嘘をつつくくこととについてて罪の意識がなくなったと言った言るんですね正直は長い目で見れば引き合うが多くの人は目先のことにとらわれてつい嘘を選んでしまうというんですね。 短期的な損得だけを見れば確かに嘘をつく方が利益が大きいんですね。嘘偽偽り偽証隠蔽、えー、この世の中も確かに短絡的短期的なことしか考えていない今回の安倍総理も割と短期的なことしか考えてない今回の連休明けまでというのもどうなんでしょうか。IPS でおなじみの中山教授もです、ね、ハーバーバド大学 の予測も1年どころか数年の戦いになると言っているんですね長いスパンで見てみないとどうにもならないんですねだから、えー、連休明けまで頑張ればと思っている方少し長いスパンでこの状況を捉えてほしいなと思ってますしかしもとより、えー、聖書にはこのことがもう予見されているんですね予言されてんですね このシリーズの3回目で創造論についてざっくり っくりと大雑把に話しましまたそうななんんででですす私これでもクリスチャンなんですね日本ではこんなことを語り始めるといきなりアクセス数がガタガタと落ちていくわけですがしかしこの事態は聖書の予言通りなんで言うしかないもとよりコロナなどのこうしたあパンデミック状態になったのが史上5回目ですけどもこうしたのを疫病といいます。こういうい疫病は世界の 堕落を示していると聖書では言っていますつまり神と人との関係が大きく崩れてるんですねその選択の結果はですね実に明確なんですねもはや中間の道はありません主イエスもですね命に至るもんか滅びに至るもんかとこの二者卓一を新約聖書の方では迫っています 冒頭にも示したようにこのですねイエスオアノーこれ日本人苦手ですね何でも曖昧にしておくそこから、まあ、川柳という文化が出たとも言っていますがあ,あなた方は神にも使えまた富にも使えることはできませんと聖書でもそういう御言葉がありますがこの聖書皆さんねとっつきにくいあるいはまた宗教の話し会はあのおっさんはと言って る声が聞こえるようですけどもそこで消さないでください聖書もまたウィットの宝庫なんですね金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいと言ってますラクダ針の穴通りますか私なんて糸でさえ難しいのにラクダですよまあこれ随分思い切 例だと思いますが「針の穴をラクダが通るか通れないか」ってまあこれ笑っちゃいますよね「ラクダはいかにも針の穴に比べたら大きすぎる」まあ、こうした比喩以上に私はこのイエス・キリストの質のいいウィットを感じますね。ウィットに富んだイエスの姿が聖書にはあちこちあちこち散見されますので。 ウィットの極意命の極みを磨くには是非聖書を読んでみてください特にですねこの世界を相手にしようとしているあなた国際的な仕事に就きたいと思っているあなたですねあるいはーロッパの君たちですが聖書を知らずしてどうやって欧米人を相手にするんでしょうか ぜひ聖書を手に取って読んでみてください読んでもわからないですね分厚いだけでですねわからない方は是非私に聞いてみてくださいあるいはこの説明欄に書いてあるリンク貼っときますので質問してきてくださいさて次回ですねこの暗いトンネルの中に入っていますがいつ収束するかとそんなことばかり考えているともう気がめめい できますので常にこの収束後の世界を見据えてなきゃいけないと繰り返してきましたそしてこれに打ち勝つためには3つの条件出しましたね映ることではなく移さないことであるあるいはあ幸福になることではなく不幸にならないことであるあるいはあなたは 携帯から脱却できるか SNS から脱却できるか自分が何者か自分が何者であるか知るにはですねこの… 外出自粛期間に携帯捨て,捨てちゃいけない携帯から離れてみるそうすると自分が何者であるか見えてくるんですね自己アピール困っている方そういうところからも自分を発見すると思いますそして次回なんですけど幸福にならないで幸福ばかりを考えずに不幸にならないためにはどんな条件が必要かそれについて人間力が試されます。是非その回次回次聞いてみてみ お楽しみに。